さあ右サイドでパスをつなぐ、そこから1対1抜けたクロス、いいボール決まった、ゴール、いい時間帯に得点しましたね。皆さんこんにちは、 J リーグ副理事長の原博美です。はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ひらちゃんことひらはた刑事でございます。始まりましたね原さん。いや始まっちゃいましたね。これ原さんがパーソナリティを務める番組なんですけど、はい、なんかね、はい、やったことないんで、どういう風になるかわかんないんですけど、はい、まあみんなでね、はい、J リーグ盛り上げていきたいなっていう思いがありますんで、はい、ぜひ注目されるような番組になればなっていう風に思いますね。僕はもう原さんとだいぶ昔からお仕事もさせてもらってますけども、はい、気づけば原さんはすごい偉いさんなんですよね。いやいやそんなことないんですけど、はい、まあたまたま J リーグに今回ね、はい、協会の方から来て、もともと J リーグができた時に、うん、まあ、浦和に入り、はい、その日本サッカー界がちょっと一番大変な時から、うん、Jリーグをやってきて、はい、まあ、監督やったり、うん、あるいは解説もやったりしながらね、うん、でも根っこにあるのはやっぱり日本のサッカーをもっともっとこう強くしていきたいっていう気持ちで、うん、まあ、皆さんと同じなんですよ、うん、だからその皆さんといろいろ会話をね、はい、こういう機会を通じて、うん、できればいいかなっていうふうに思います。原さんがもうパーソナリティですから、もうどんどんもう原さんのその思いの丈をもうぶつけていただければ、それでいいんだ。もちろんもちろん、もう原さんの思うがままに、ひらちゃんにね、はい、助けてもらって、はい、皆さんの意見もこう聞きながらね、うん、番組を作っていければというふうに思いますね、はい、はい、皆さん楽しんでいただきたいと思います。さあそして、サポーターからの質問にも答えていくということで、はい、これは原さんがどんなふうに答えてくれるのかということで、ちょっと楽しみですね。そうですね、どんな質問が来るかね、うん、まあ、答えられることは、はい、あるいは今の J リーグの課題とか、はい、あるいは将来どうしていきたいとかね、うん、そういうのをこう皆さんの意見をむしろ聞いて、はい、こっちが答えるだけっていうよりももっとこういうのはできないんだろうかとかね、はい、そういう意見をこう楽しみに待ちたいなと思いますけど、ね、これ多分サポーターの方も普段から、はい、もっと J リーグこうなったらいいのになって考えてる方多いと思うんですけど、うん、そうですね、はい、それは実際スタジアムに行っても、はい、声かけられることもありますし、まあ、なるべく車とかじゃなくて、はい、例えばフロンターレであれば、はい、武蔵小杉からこう流れで歩いてって、はい、でその帰りも例えばその時に監督は今日こうだったんじゃないかとか、 あの選手はこうだとか、はい、今日どうなるって行く時はね、はい、やっぱりそういうのを聞くのが楽しいですね。原さん歩きますからね。歩きますよ新潟も歩くんでしょ。新潟も歩いた時ありますねまあ昔ほら新潟本当にこう前に近い時は、はい、終わってから車でも全然動かない時があったんですよ。混むんでね。でそのイメージが強くて、はい、歩くっていう感じで歩いてあれは結構な距離ですよ。でなんかいつの間にか何人かに増えて、はい、ああって原さんって言われながら、なんで歩いてんですかって言うから、いやなんかもう今日は天気もいいからって言って一緒に歩きながら話しながら帰ったことも何度もあります、うん、でもそこは本当にサポーターの方の生の声が聞けたりとか。そうですね、それはもう本当にその通りですね、はい、普段なかなかこう聞けないのをこう聞けるっていうのは本当に大事にしないといけないなっていうふうに、はい、現場の皆さんの声をやっぱり聞いてっていう機会を、はい、できるだけ多く、まあ、なんでこの番組も、はい、そういうふうにできればなっていうふうに思いますね。だからこの番組を通じて逆に原さんの生の声を、はい、皆さんに聞いていただきたいと思います。そうですね、はいはい、さあそれでは、グッドタイムゾーンスタートです。グッドタイムゾーン。さあまずはですね、明治安田生命 J1 リーグのファーストステージから振り返っていきたいと思いますが、はい、かなりの混戦というか、はい、終盤はフロンターレなのかアントラーズなのか、そうですね、浦和レッズなのかというようなところでしたが、浦和がやっぱりこう試合数が、うん、ACL の関係でちょっと浦和と SC 東京はちょっと多く残ってましたよね、はい、試合数がこう揃ってなかったんで、はい、どうなるかというのはちょっと読みにくい感じありましたよね、うん、勝手にこうプラス3プラス6してみたりとか、はい、なんですよ、はい、計算上はこうだけれども、うん、
だから大一番になったのは間違いなくあの浦和レッズ対鹿島アントラーズ、はい、あの試合5万を超えたね、うん、お客さんも入ってくれましたし、うん、あの雰囲気と、はい、あのこのカップ戦のなんかファイナルのような はい、あの雰囲気は本当に良かったですね。でもそこで鹿島が勝ってという、はい、あれはあの両方の関係者とも試合前こう話したんですけど、はい、浦和の方が試合数があの多かったので、はい、あそこで浦和にもし鹿島アントラーズは負けると、うん、もう届かないという覚悟で あの鹿島の関係者は言ってました。今日勝たなかったら多分もうファーストはないねっていうか感じの入り方で入ってましたね。ということは鹿島は相当こう勝負をかけた一戦かけてましたね。あので試合の内容も浦和のこの良さをこう全面的に当然出していったというのもありますし、はい、鹿島はそれに対抗して割と小笠原とかね、うんうん、柴崎がこう最初ラインに入るときはもう入って、はいはい、でも取ったら割とスペースでどんどん飛び出していくという、うん、見どころの多いあの試合だったと思いますね。あの小笠原選手が本当に守備ですごかったですね。いやあの時のやっぱりこの集中力とか、はい、あの運動量は、はい、やっぱりまだまだやっぱり存在力っていうかね、うん、あるなっていうのがありましたね。でその中で浦和は3連敗しましたね、はい、あれはね、はい、実は僕はあのソウルに ACL の、はいうん試合で、はい、FC ソウルと浦和の試合見に行ったんですよ、はい、あの PK、はい、であの90分の中でも勝てるチャンスもありましたし、うん、で延長になってね、うん、リードして、はい、もうこれはいけるっていうのがあったじゃないですか。それでまあ追いつかれて、うん、あ追いつかれてでも PK かと思って PK でも勝つチャンスがあったんですよ、うんうんうん、でそのいっぱいチャンスがあったのに、うん、ことごとくうまくいかず最後は負けてしまったと、はい、もしあの D リーグではないんですけど、うん、あの ACL で、うん、PK ででも何でも勝ってたら、はい、多分浦和は行ったと思います。そうだそのぐらいやっぱり あそこに浦和も集中したのもあるし、はいうん、あの後なかなかあれをこうモチベーションを、ねうん、維持するのが難しかったっていうのが正直なところだったんじゃないですかね。もちろんその体力的なこともありますけどもやはりメンタルの部分で、はい、それはねかなり欠けてたし、はい、今年 ACL も良かったん で、うん、で内容を見ても FC ソウルに負ける内容じゃなかったから、はいはい、だからそれが余計こうなかなか切り替えられなかった、うん、でそしてその後 ACL があったがためにこうちょっとあの延期した試合が入ってきてしまったということで、はいはい、あの浦和はちょっとアンラッキーが重なってしまったかなっていうふうに思いますけどね、うん、さあそして原さん16節ですね、はいフロンターレが首位で、はいフロンターレもアウェーで福岡、はい、で鹿島は2位でアウェーで神戸、ここでフロンターレが引き分け2対2でしたね。僕はあの試合はヴィッセル神戸行ってたんですね、うん、あはい、そんであの鹿島との試合見たんですけど、うんなんか他の会場のことはあんまり知りたくないと思っても周りの人が福岡で入れてるよって言ってるわけですよはい、はい、でそれで見たら本当に1点だと思ったら2点入ってるじゃないですか。金森選手取りましたからね。そしたらあの鹿島もヴィッセルに先行されたんですよ、はいはい、あの北本っていうね、はい、ベテラン選手がちょっと出てきてヘディングシュートね。でも僕もこう見てたんですけど、はい、上田もこうヘディング強いじゃないですか、はい、で北本もやっぱりそれで生きてきたっていうところありますよね、うんはい、でこのポジション取りの駆け引きで、はい、もう一瞬北本が、はい、もう今でも僕覚えてますけど、はい、このこう裏取るような感じでキャッて前に入ったんですよ、はい、で前に入ってちょっとダイビングヘッドみたいな感じで前でヘディング綺麗なの決められて、うんはい、もう上田も悔しがったんですけど鹿島もなんか良くなかったんですよ、うん、前半は、はいまあ、これはもうちょっと鹿島も厳しいなって、ねうん、両方ともこれ、はい、ここに来て勝てないとかあるかなと思って、うん、でも鹿島は良くないんですよ、はいはい、前半の終了間際、うん、2回ぐらいすごいピンチがあって、はい、あれ入れられたらっていうのがあったんですね、はい、でそれを防いでなんかカウンターで行ってスローイン、うんうん、そして今でも覚えてますけどそのスローインから、はい、あの土井翔馬がこう金崎ムートのワンツーで入って、はい、それで入って前半終わったんですよ。もうそれでガラッて変わっちゃったあの右のペナルティのところでしたけども、はい、入っていってそうなんですよ。あそこを決めるかどうかあれがもし決まんないあるいは失点目を、はい、あの43分とか、はい、あの辺でやられたら、
鹿島もあの試合勝つの難しかったんじゃないかなっていうぐらい、 あそこをしのいで前半のうちに追いついたことによって、はい、後半の遠藤の点が割とすぐ入ったんですね、はい、あそこの試合っていうのはちょっと大きかったかなっていうふうに思いますね。ということはこのファーストステージで言うとあのゲームがかなり大きかったですね。鍵を握るだ、あの鹿島の人たちもあの試合前話してたら、はい、まあ最後まで何かあるか分かんないけど、うん、向こうも勝つだろうって、だからうちも勝つしかないと思ってるって言ってましたからね。フロンターレは結局2対2、福岡と2対2でしたけども、はいはい、中村健吾選手が腰を痛めるというね、え、ちょっと、はい、なんでこのタイミングなんだっていう感じではありましたけどね。はい、はい、で最終節やはりこう鹿島はホームに帰って、はい、しっかりと勝ち切ったという、最終節はむしろ僕はあのフロンターレ、はい、行ったんですね、はい、そしたら2万6000を超えるもう一番の大入りでチケット完売でしたね、はいはい、雰囲気良かったでしょ。それでもあの大宮と相手だったんですけど、うん、大宮ももう何回かチャンスは作りましたけど、はい、もうアルメンとの中村健吾が、はい、出てきてね、はい、本当に1週間前腰痛かったのっていうぐらい良かったですよ。はい、だからまあ改めてね、うん、彼の大きさってのもありますけど、はい、まあ、悔しかったとは思いますけどね、うんうんうん、あのこの悔しさをね、はい、次に向けてってくれるんじゃないかなっていう気はしましたね。鹿島優勝しまして、はい、トロフィーを受け取った小笠原選手が自分であげるんじゃなくて上田選手に渡して、はいはい、熊本の皆さんに見せるようにっていう配慮がありましたけど、まあ、その2人は熊本の、ね、うん、大地震震災があった時にすぐ現場にも行って、はい、現地に行かれて、はい、それで行ってるっていうこともありますしね、うん、上田は上田で本当にこういろんな思いを、はい、持って、うん、その辺がやっぱり小笠原選手のね、はい、やっぱりこう人間性っていうか、うん、まあ、彼自身も東北でああいうことがあって、あのあと本当に大きく、うん、彼はまた一回りも二回りも選手としてもプレイヤーとしてもね、うん、人間としても大きくなったかなっていう気はしますけどね、うん、全体的に振り返って、はい、原さん、ファーストステージは面白かったですか？面白かったんじゃないですか、うん、我々も ACL も応援してたし、はい、ただ ACL で例えば東京も最後の最後に追いつかれたりね、うんうん、はい、でなかなか例えばガンバもそうですし、うん、広島もなかなかこうリーグ戦、うん、この短決戦だとどうしてもこう、はい、難しいですよね。やっぱりちょっと頭勢いに乗らないとっていう感じでしたね、はい、それはやっぱり改めてその簡単ではない、うん、でも中国リーグもだからちょっと見てきたんですよ、はいはい、でもやっぱり中国リーグもそのチーム数は16で少ないですけど、うん、やっぱり移動がやっぱり例えば北京から広州行けば3時間半かかるわけですよ、はい、で気候も全然違うし、うん、だそういう中でも彼らも誰も、うん、例えばあるいはその韓国、うん、もう一緒にこうハードスケジュールでやってそんなに変わんないんで、はいはい、だからまあそれは言い訳にはちょっともうできないなっていう感じはしますね。広大な土地ですからね、はい、移動も広大 で彼らもやっぱたくましいし、はい、確かに C リーグの外国人のレベルは、うん、強いですね。強いいい選手がいるなっていうのはJ リーグができた当初のようなぐらいの中国人に対してその外国人が引っ張ってやってるっていうのはあるなっていうのは正直ありますけど、うん、韓国のチームにちょっと分が悪かったっていうのがちょっと言えましたね。うん、ただまあ ACL 残念ながら全チームね、はい、敗れてしまった4チーム敗れましたけども、はい、ということはまたこれセカンドステージ後々お話しますけども、はい、またこうリーグに集中というか集中できますね。だから、ね、リーグに集中した例えば広島なんかこう上げてきますよ ね。だからまあ東京もまあちょっとうまく乗り切れなかったですけど、はい、とかガンバとか、うん、やっぱりその辺がこう巻き返しで勝てなかったになったフロンターレも含めて、うん、あるいは浦和も含めて、うん、面白くなってくるんじゃないですかね。うん、そのあたりも楽しみにしたいと思いますが、ということでここでは、明治安田生命 J1 リーグファーストステージを振り返ってみました。さあ続いてはですねセカンドステージの展望といきたいところではございますが、その前にこちらのコーナーに行ってみましょう。グッダイゾーン。
さあ、メッセージフロムサポーターズのコーナーでございまして、さあこれ何なのかと言いますと、現在の J リーグについて質問を投げかけたいと思っている、サポーターの方も多いと思います。そこで皆さんからの質問を募集して、なんと原さん来てるんですよ、はい、来てますか、ご意見というか質問が来てるんですよ、はい、はい、まあありがたいですね。僕は当然この番組の作家の人が作るもんだと思ってたんです。え、そうじゃないんですか。そうじゃないみたいです。あの J リーグのサイトで募集したんですよね。で実際に来たんですよね。すごい、それはありがたいですね。ありがたいでしょう、はい、だからあのこれ原さん答えていただきたいと思う。原さんの意見で、意見でいいですか、答えていただきたいと思いますので、はい、じゃあ紹介していきたいと思います、まずは一つ目、はい、J リーグの試合日程についてなんですが、はい、なぜ毎年リーグ終盤にかけてその時の順位的に絶妙なカードが組まれるのですか、はい、という質問来てますね。これは実際そうですよね。ですよね、はい、本当にこう面白い、ここでこのカード来るかっていうのがうまくね、はいはい、あれは日程君、日程君っていうそのなんかソフトがいろいろこう条件をこう入れた中で、はい、例えば確保しているスタジアムのこととか、うんうんうん、で開幕をやったら最終戦はホームでやるとかね、うん、はい、そういろんなこの条件を入れてやってった時にやってんですけど、うん、仕組んでもこういう風にいかないんじゃないっていうぐらいのが結構出てくるんですよね。あのこれその順位、あの日程を作る時って順位はもちろん分かってないわけなんで、分かってないです、はい、だけど本当にここでこういうのが来たんだねっていうのを、はい、まあ、今回のファーストステージもそうですけど、うん、それがまた面白いカードになるっていうのは、はい、リーグとしては盛り上がっていいんじゃないですか。日程君ってどこに置いてるんですか。いや、J リーグの建物の中にあるんですか。そうそうそうですよ。今度会いに来ますか。会いに行きたいですね。日程君はちょっと褒めてやりたいぐらい面白いカードですね、はい、それはもう本当にいいカードになってますね。ねえ、ちょっと日程君に会いに行きたいな。ちょっと会いに行きましょう。じゃあ、はい、こちらですが、原さんのはいツイッターアカウント名にもなってる、はい、いい時間帯、あ、原さんが考えるいい時間帯の特典って時間にして何分頃を指すことが多いですか。最初はね、はい、あのすぐ例えばこの前の鹿島が、はい、あのヴィッセル戦でね、はいはい、あの土井翔馬が最後の最後こうさっき言われたようにこう入れられそうだったのがから行って入れたとかって、はい、それいい時間帯ですよね。前半終了間際ってことですね。であれは試合入ってすぐとか、うん、あのあいい時間帯だなとかっていろいろ言ってたんですけど、うん、まあ、入ったら全部いい時間帯に変えました。それは例えば流れをね、はいはい、例えば変えたとか、はい、そういう面ではもういい時間帯なんだって、入れた方から見れば、はい、入れられた方は、はい、うんうん、良くない時間だなっていうのでいいのかなっていう、言ってるうちにあの解説やってる時、最初はこの最初の10分5分とか、はい、あるいは点入れられてすぐとか、はい、いろいろなんか定義づけようかと思ったんですけど、うん、まあ、入ったら全部いい時間帯でいいのかなっていうふうに思うようになってきました。あとその実況の方もいい時間帯の得点でしたねってこう聞かれることもあるわけじゃないですか。そうですね、それもありますね。そう言われるとそうですねっていう、まあ入ったらいい時間帯なんだよ僕の場合は。でもやっぱり点が入るっていうのは、うん、あのお客さん、はい、まあ、監督やってたり選手やってるとなんか入れられたら嫌ですけど、うんうんうん、やっぱり一般にやっぱサッカー見てる人から見れば、はい、やっぱりその時間その瞬間っていうのをね、うん、みんなこう期待してるわけじゃないですか、うん、だからそういうシーンが多いゲームを、はい、あのなるべく多くね、うん、まあ、もちろん 0-0 でもあの、はい、いい試合もあるんですけど、うん、点が入ればいい時間帯かなっていうのが僕の定義ですね。でもあのスタジアムで見てますとなんかそろそろ来そうだなっていう空気になるときありますね。 あれ、あれ何なんでしょうね。あれはね、はい、その雰囲気はスタジアムの方が分かるよね。分かりますよね。あのテレビももちろん分かるんですけど、はい、その雰囲気さっき言ったように、はい、近場で言えば本当にその鹿島がね追いついて、うん、後半入った瞬間から、はい、もうその瞬間からうわこれ鹿島は行くねっていうってガラッと変わりましたから。だからそういうで実際にすぐ点が入ってるんで、はいはい、前半とは全く違う展開になっちゃうっていう。でもその雰囲気は分かりますよね、うん、あれどうですか。逆に原さん監督されてる時に、はい、あれこれ向こうの時間帯だなって感じる時もあるんじゃないですか。 ありますよ。もうその時はどうしちゃうんですか。いやその時にねいろいろ言ったりね、うん、やったりするんですけど、はい、あんまり変わんない変わんないっちゃ変わんない時もあるし、はい、まあ、むしろ、はい、そういう時は
1点入れられちゃった方がいいかなと思う時もあります。ああ、なんかその方が開き直ってこういけたり、はいはい、する時もあるんですよ、はい、であんまりそういうことを選手には言えないんですけど、はいはい、むしろ入れられた方が多分開き直っていけるなとか、それがなんかずっとやられそうでずっとそのまんまのリズムでずっと入んなくて最後にやられちゃうともう時間もないし、はいはい、だったら早く例えばそれを入れられた方がなんか切り替えられるみたいな時もありましたかね。なんかその空気に抗うっていうよりもその空気を受け入れてしまう方がいい時もあるんですね。もちろんその入れられたいと思ってるわけじゃないんですよ、はいはい、でもそういう雰囲気の時ってのはありますね。あるいは誰かのちょっとしたプレー、うん、あるいはちょっとしたこうなんかみんなが思いつかないようなプレーだったり、はいはい、あるいはなんかファールされてる間にクイックでやったらそこからいい形ができてガラッと変わっちゃったっていう時もありますね、はい、深いですね。そうなんですよ。それで余計なことをやってそのいいリズムだったのが逆に変わっちゃったとか、はいはい、いらないファールとかカードをもらったり PK 与えちゃってそれでこっちのリズムが変わっちゃったっていうこともあるんで、はい、まあ、それがまたサッカーの面白さではありますね。だからそのあたりもこう注目してサッカー見るとさらに楽しさが増えるかも、ね、はい、知れないですね。そう思いますね。さあこちらですけども、この質問は原さんが、はい、今注目している将来有望な若手選手は誰でしょうか、はい、ということです。いやうん、U16 のドリームカップ、はい、鳥取行ってきたんですよ、はい、だから16歳ですね。16歳、はい、で年代の子たちの中で結構、うん、まあ面白いなっていう子たちがいるんで、はいはい、まあ、あえてなんかまだ J リーグに入ってないから、うん、個人名は出さないんですけど、はい、年代からどんどん出てきてほしい。あで年代から18、19でどんどん今度 J1 あたりでレギュラー取るような選手がやっぱり出てきてくれれば、はい、日本のサッカーも変わるかなと思いますけどね。原さん、そのこういう年代でこいつすごいなっていうのも今までもいっぱいいたわけじゃないですか。いましたね。でもそれがこう順調に J リーグを担う選手になっていったかっていうと、はい、これ意外とそうでもなかったりする時もあるじゃないですか。はい、やっぱりこう注目されて話題、うん、ちょっとだけ良くてこう話題になってね、はい、で消えていった人もいますし、はい、うんうん、でかといって本当に無名で、はい、J2、J3 あたりから怖がってくる人もいるじゃないですか、はい、だからむしろね、僕は誰っていうよりも、うん、そういういろんなタイプから あるいは大学出てでもいいし、いろんなタイプが出てくるのが日本の良さだと思ってるんで、高体連であったり、うん、J クラブであったりね、うん、マッチクラブであったり、はい、だからあえて誰っていう人はちょっといろいろいるんですけど、うんうん、もうちょっと見ますどうですか原さん、やっぱ見ててこう人によって伸びる年齢っていうのがまた違ったりするじゃないですか。20歳ぐらいでギュンと伸びる人、はい、25歳ぐらいで伸びる人、はい、だからそのあたりがまた見極めも大事ですよね。選手って、うん、多分こうすごく成長する選手ってある時期目に見えて伸びるんですよ、はい、それはもう監督とかやってて練習見てても日に日にこう伸びていっちゃう、はいはい、これどこまで伸びんだろうみたいな時があるんですね、はいはい、だそれがずっとはいかないんですけど、うんうん、だそういう時になんかこう例えばうまくこうチームのレギュラーもちろんですけど、はい、代表までガッていっちゃう人はいっちゃうんですよ。だそういうでそこからまたどうなるか別としてもね、はい、そういうものをやっぱり掴める選手がいい選手、あそれ自分で掴むということですね。だから例えば僕が浦和の最初に監督やった時は、はい、小野伸二っていうのが高校から来て、はい、その今から思うと例えば高校から入ってそのまま試合に出て、うん、そしてワールドカップ6月は行ったわけですから、はいはい、だからそれはなかなか難しいじゃないですか、うんうんうんまあ、もちろんスタメンじゃなかったし、だけど入れてみようかなっていうところまで来ちゃったっていうのは、はい、やっぱりそういうものがやっぱり彼にはあったわけですよね。はだからまあもちろんその後怪我したりとかいろいろありましたけど、 で、ねはい、でもそういうある時期やっぱそういうものを持ってる人は、うん、伸びていくっていうのはありますよね。監督さんは結構そこはなんか仕事の中でも楽しみな、それは僕はね、はい、正直に言うと、まあ、勝った負けたにもちろんこだわるんですけど、うん、選手と一緒にやってて選手が目に見えて伸びてって、はい、そういう成長していく姿を見てるときが一番嬉しかったですね。だいたいこう自分でこの選手これぐらいいくかなっていう想定みたいなのあるじゃないですか、はい、それをこうやっぱ超えていくたりするときもあるわけじゃないですか、うん、ありますね。でそれがで顔が変わってくるんですよ、顔つきとか表情が、だ自信持ってくると、はい、だそれを見てるのは本当に一番楽しかったですね。
じゃあその選手のプレーとか見るのプラスやっぱ顔つき、あの迷った時は顔で決めてました。ミーティングに来る時の顔でもどうすかなと思ってたら、はい、やっぱりパッてこう見た顔で、はい、じゃあこっちだなっていう風に決めた時もあります。例えば一つのポジションで A を使うか B を使うか、そうそう、みたいな、どっちかなっていう時は顔表情、それで、でも結構そんなもんじゃないですか、監督さん、まあ、やっぱりいろいろね、はい、迷う時もあるし、はい、そのまずどっちで行った方がいいかとかっていう時もありますからね。逆に井原さんの前で顔ばっか作ってる選手とかいなかったですか。だからそういう風にこうじっとこう見るようになると、はい、そういう時下向いたりはしないようになりますよね、選手も。そうかそうか、あのなんとなくそういう感じでこういう風にやるとというよりはね、うん、あの知らず知らずそうなってたかもわかんないですね。いや本当にだからそういうのは、はい、そういう見方するのも面白いですね、顔見て。そうですね、それはねサポーターの人もちょっと分かってんじゃないですか、練習に来る人とかずっと試合に行く人って最近やっぱりあの彼はこうだよねってすごい伸びてるよねとか、あるいは一方で、はい、その逆でちょっとなんかこう輝きがちょっとこうだよねっていうこともあったり、うん、はい、分かってるような気がしますけどね。いや監督業っていうのもなんか、まあ、大変ですけど面白い仕事、うん、そうですね、まあ、現場で毎日ね、うん、ピッチっていうかグラウンドであのやるっていうのは、うん、本当にこう幸せなことだと思いますけどね、うん、あの皆さんの質問をこう紹介したんですけど、はい、原さん意外と皆さん真面目でしたね。真面目ですね。もうちょっと真面目でない方がいいのかな。いやあの例えば、はい、あの僕はもう正直このラジオずっとやるつもりで僕ここ来てるんですけど、分かんないでしょ。あ、そうですか、はい、もうあの恋バナとかでも全然良かったんじゃないですか。そのあ、そういうこと。どうですか原さん、答えていただけないですか。例えば彼氏がこんな彼氏で別れようか悩んでるんですとか、はい、あの意外と調子悪い時にね、はい、なんかあったのかっていろいろ、例えばよく知ってるのは意外とトレーナーとか知ってるんですよ。ほらマッサージ受けてる時にこうリラックスしてるから、はい、ポロってこういう風に言ったりとか、ちょっとあれなんじゃないかってコンディションがあって、いや実はって、意外とそういうのはトレーナーがよく知ってる。だからトレーナーにちょっとあいつあれじゃないかって、いや実は今揉めてるらしいですとか、そういうのをよく聞いたりするのはありますね。はい、それでやっぱりどうするんですか監督さんとしては。いやそれは、はい、いやだってそれであの彼女と別れるとか言えないじゃないですか。まあ、ですね、だからそういう時に、はい、あのまあ、トレーナーとかもね、はい、いやそれはだけどあるけど、うん、それはでもちゃんとこういうのは食事はこういうふうにしないととかって言ったりしてんじゃないですか。でもよく見てるんで、トレーナーっていうかその周りのマネージャーとか、はい、そうするといやでも一時期そんな感じでしたけど今は、うん、あのちゃんとこういうふうに切り替えるようになってると思いますみたいな、はい、だ意外とその人たちから情報は、はい、入ってくることはありますね。ああの変な意味じゃなくてね、はい、やっぱりその人たちにやっぱり気許してるっていうか、はい、するとこもあるんで、やっぱりプライベートも大事ですもんね。大事ですね。それはもう充実してる人はそういうところもある程度こうしっかりコントロールできるのもありますし、はい、大事ですよ結構。だ海外に行く選手もやっぱりその奥さんであったり、はい、その日常の生活っていうのは一番大事じゃないですかね、うん、いや僕はもうこの番組をね本当にまあ皆さんどういう反応になるかわからないんですけど、はい、こう楽しんでいただいて、うん、僕の勝手な想像の中では試合前に公開収録みたいなのやったろうかなって勝手に思ってるんです。試合前ね、これどうですか。試合もいいですね。試合前にね僕と原さんがどっかには行ってますからね、スタジアム行って、ね、はい、で、まあ、まあ6時から試合やったら4時半ぐらいにちょっと、はい、ね、どっかのスペース借りて、はい、で時間に質問もらって答えるとかね、やってみますか。こう面白そうでしょ。なんかね、うん、いろいろ地方に行ったりね、はい、してやってみますか、ねね、でそこのちょっと本当に現地の雰囲気とか、はい、味わいながらやっても面白いから、うん、いやね、この J リーグの副チェアマンになったんで、はい、もう今まで以上にこう J リーグね、はい、いろんな地域できるだけ行ってるんですけど、うんうん、やっぱり変わってきてますよね。例えば鹿児島に行きました、はい、で山口行きました、うん、金沢行きましたって少しずつやっぱり前と変わってきてるし、はい、新しい発見もあるし、うん、やっぱりそういうのをね、うん、こう皆さんにこう伝えたりね、はい、できたらやっぱりいいかなっていうふうに思いますね。そういうのもちょっとやっていけたらなと、はい、いうことでございまして、メッセージフロムサポーターズのコーナーでした。さ
さあ続きましては7月の2日からスタートいたします明治安田生命 J1 リーグセカンドステージについて、語っていきたいと思いますが、まあ、原さん、はい、ファーストステージを受けましてまたセカンドステージこれあの間なくてそうですねいろいろスケジュールが厳しいんで本当はちょっと間開けたいんですけど、はい、ちょっとそこら辺も考えます、はい、ですね、まあ 日程に関しては、はい、来年も含めてね、はい、今いろんなシミュレーションもしてますし、うん、いろんな要素が絡んでくるんで、はい、あとまあ ACL のこともいろいろ絡んできたりとか ACL のこともあるしただやっぱ本当に一番いいカレンダーをね、はいうんはい、やっぱ皆さんと一緒になってやっぱ考えなきゃいけないんだろうなっていうふうには思います多分これあのどの国のリーグでも100点って絶対ないと思うんですけどです、ねはいまあ、できるだけ100点に近づけるそうです、ねはい、っていうところですかね今のがやっぱり全ていいというふうには思ってないんではい、はいさあそして、まあファーストステージは鹿島が優勝そして、まあはい、勝ち点差一致でフロンターレということでしたが、はい、セカンドステージね、はい、どうですかもう原さん率直にこのチームちょっと面白そうだなとか、はい、チームがあればやっぱりさっき言ったねフロンターレは、うん、この勝ち点一差っていうのに対してすごい悔しい思いしてるでしょうから、はい、そこと、まあ、浦和は当然ですよね、はい、で言ったように広島は ACL が終わった後はこう上げてきてますよね、うんはい、ただ浅野あたりがどうなんだかとかっていうところも関わってくるとは思いますけど、うんはい、ここから強いような気がしますねちょっとオリンピックで塩谷選手も、はい、そうですねそこら辺がどう出るかっていうのと、うんまあ、当然あのガンバ、はい、ガンバはこのまんまちょっと終わんないんじゃないかなっていう気はしますしね宇佐美選手がねドイツそうですねだそこをまたどういうふうに埋めるかっていうのはちょっと大きな穴ではあると思いますけどねでもその広島の森保監督ガンバの長谷川監督って本当にこう、うん、日本を代表する監督ですねそうですね、うん、あのいろんな今経験をしながら、はい、あのいい指導者に、はい、なってることは間違いないんじゃないですかねうん原さんとこの、はいまあ、昨シーズン J2 で戦ってたその昇格組という意味では大宮とか例えばジュビロ磐田、はい、このあたりいかがですかいやよくやってんじゃないですか、うん、特に大宮も、はい、あのジュビロもいろいろありますけど、うんはい、自分たちのある程度のこのスタイル持ってね、うん、例えば大宮で言えばあの家長選手彼がやっぱりこういろいろ絡んだ時には、うん、クオリティ高いプレーしますからねその絡みの時は結構決定的な形ができたりしますよね、はいうん、面白いですね面白いですよね、うん、でジュビロも、はい、あの J 選手と、はいあともう一人外国人のアデユートン選手、ねはい、あの彼ら力あるし、はい、あの小林もいるし、はい、でやっぱりジュビロのこのなんか伝統みたいな、ね、ものをこう捨てないでこうやるっていうスタイルが今ちょっとあるじゃないですか、はい、だからこの両チームは本当に大前線というか、うん、よくやってんじゃないですかねあのジュビロは試合中見てますとこうベンチが映るとこうジュビロの元活躍してた選手とかがこう監督でありコーチであったりとかって、はいまあね、ああいうのっていいですよねいいですよあそこのスタジアムもねやっぱ見やすいし、うんはい、あそこにまた人がこういっぱい来てくれるっていうのは、うん、あのすごく大事なことですねうん、うんあと原さんどうですか ACL 参加というところで言いますと FC 東京ですけど東京はね、はいこのまんまだってタレントだけ見たら本当に ACL も戦えるタレントを持ってたわけですから、うんはいはい、このまんま行くっていうのはちょっとダメだと思います、うん、ここから上げてきてもらわないといけないんじゃないですか、ね、上げてもらわないとという、はい、かなりメンバーはねいますからね、はい、だからもうあの ACL がどうのこうのって言い訳はできないと思いますんで、うんまあ、無理気っていうね、はい、あのストライカーも、はい、あのコンディションさえ上がってくればもっともっとやれるんじゃないかなっていう気がしますけどねあと例えばどうですか F マリノスとかってなんかマリノスねね一時ちょっと上がってきてでも終わってみればファーストステージは11位なんですよね最後なんかこうちょっとこう一時期ね、はい、あの連勝してこう上がるかなと思ったらこう失速しちゃったんで、はいはい、やっぱりあのリスタートの強さとかね、うんうん、あの中村俊輔と、はい、あとまあ斉藤学ぶは学ぶでこう行くじゃないですかキレありますからね守備の硬さは持ってるわけですから、うん、中澤とその辺のバランスをどう維持しながら、うん、あの継続してやれっかっていうところでしょうねうんでもこの順位にいた下の方にいたらやっぱダメなんじゃないですかちょっと寂しいかもしれませんね、はいはい、そう思いますあと16位ですけどね、はい、湘南ベルマーレというそのいわゆる湘南スタイルと言われる、はい、サッカーをこう貫き通すなんかそのクラブの方向をしっかりとしてね、はい、
まあ、勝ち点はちょっとファーストステージは稼げなかったですけど、はい、やっぱりポリシーみたいなものを感じて、いや、いいんじゃないですか、うん、いいんじゃないですかっていうか、やっぱりそれは、うん、まあ、張監督 の、 あの性格もあるでしょうけど、はい、やっぱりクラブのスタイルっていうかね、うんうん、あのだいぶ今回でも抜かれても、はい、また違う選手で、うん、あのこう頑張るっていうか、はい、それはやっぱりこう自分たちの根本っていうかね、うん、哲学がある、はい、そういうチームなんだと思いますけどね。あの昔ですよ、はい、そう J リーグ始まった時ってなんかどのチームも色がないねってよく言われてたと思うんですけど、はいはいはい、やっぱり色出てきてますよね。いや出てきてますよ今、本当に出てきてる。例えば柏レイソルも、はい、あの下平監督に結局なったじゃないですか、うん、はい、でその方が柏の色を出してると思うんですよね。やはりユースも見てた監督ですから。そうそう、だから彼も僕も一緒にやったことありますけど、はい、あの彼の良さとそのレーソルでやってきた良さで、うん、あのすごく最初はうまくいってたんですけど、はい、しばらくやった相手もこう分かってきますからね、はい、でもそれをどうやって またね、うん、戻していくかっていうのもあるし、うん、クリスチャーノ結局また、はい、ここから行きますよね、はい、彼やっぱり力あるんで、うん、あの決定力そこに加わればちょっと面白いかなっていう気がしますけどね。あのつなぐサッカーにああいう前で決めれる選手がいれば、そうなんですよ、全然また変わってきますね。 あのアクセントがあると、うん、で一方で甲府はちょっときついですよね、抜かれちゃうとですねっていう心配はしてます。だからそのあたりの、だからそのゲームだけじゃなくてチームマネージメントもセカンドステージ非常に大事ですね。大事ですね、うん、やっぱりここからはあの残留争いもこう、はい、だんだん出て、試合数ですか、はい、これ減ってくるわけですから、はい、そっちも計算しなきゃいけないんで、はい、例えば本当にグランパスなんかも今一つこう勝ちきれないじゃないですか、うんうん、はい、だからそこら辺をどう、あのシモビッチはやっぱり得点力あるし、はいはい、あの辺をどういうふうにね、うん、あのやっていくのかなって、あの修正していくのかなっていうのは、うん、興味ありますね。外国籍選手もまあいろいろいますけども、あのシモビッチ選手はかなりね背も高くて、背も高いし結構収まるんで、だから相手もそこに対してはかなりケアはしてきてますよね。はい、はい、僕は原さん FC 東京の監督の時に、ね、はい、ワンチョペという選手がね、ワンチョペいましたね。ほとんど試合あまり出ませんでしたけど、ね、あのまあやっぱりコンディションというか、はい、あのすごいいい選手なんですけど、はい、来た時にやっぱりこう怪我っていうか ねでそれがなければやっぱりこの、はい、そのあの大きさと柔らかさとかすごいものもやっぱ持ってましたよね。僕あの原さんに挨拶行ったら後ろにあのワンチョペ選手が、ね、普通の格好でいて、はい、原さんあの写真撮ってきていいですかって言ったら原さんが撮っとけ撮っとけっつってどうでしたっけ。はい、ワンチョペの写真を撮りに行きましたよ。まあ、でも今彼はコスタリカ の、はい、あのコーチとかやってましたからね。ワールドカップの時にあのコーチで入ってましたんで、はい、まあ、人間もうやっぱコスタリカの中ではもう英雄ですからね、そういうポジションにやってくるんじゃないですか。原さんってその一緒に一度仕事した人と、はい、結構つながりって長いですよね。例えばチキベギリスタインとか、まあ、そうですね、あのやっぱりこう例えばでワンチョペはそうやって使わなかったですけど、はい、別に喧嘩したわけじゃないし、はいはい、そこら辺はあのいい関係であの繋がってるっていうのは思いますけど ねもうチキベギリスタインとは相当、まあそうですね、ね、まあ、で彼は今シティですか、はい、じゃあシティでも日本に呼んで来年ぐらいはプレシーズンマッチでもやってもらえますか。これはすごいですね。いやそういうのもなんか、はい、あの考えたいですよね。なんか仕掛けというか、そうそう、それは昔ね、うん、やっぱりそういう海外のクラブがいっぱいこう試合に来てて、あのそういう相手とか、はい、選手とかっていうのを見れましたよね。で去年例えば、はい、ここを開けたから、うん、あのボルシア・ドルトムントと、あ、ドルトムント来ましたね、あのフロンターレやったりね、アトレチコとやったりするじゃないですか、はい、やりました、ああいうのは、はい、やっぱりいいですよね。見たいですね。見たい、だからちょっとそういうのも考えたいなっていうのは、うん、そのリーグ戦の国内だけの戦いじゃなくてちょっと刺激を、だからそれはそのためにはどういうカレンダーにしてどこを、うん、例えばどうしたら、はい、間開けたらいいとかっていうこともちょっといろいろ考えなきゃいけないだろうなと思うし、うん、やっぱりこのね、いろんなカレンダーのシミュレーションはしないといけないなと思いますね。これはもう本当にあのカレンダーの話だけでも30分十分いけちゃう、カレンダーの話だけで1時間でもいけますいけるんです。僕はあの原さんとあの J スポーツの控え室でそんな話をずっとしてたことを思い出しました。知ってましたっけその頃から。知ってました、ああそうでしたね、知ってました、あのユースの選手をどうするかっていうのをずっと話してましたね。ね、
まあ、でもそういうのからあって例えば J3 ができた時に U22 選抜、うん、はいはいはい、でそれが今はやっぱりガンバと FC 東京とセレッソで U23 とあれもやってますよね、はい、若い選手たちがやっぱり伸びていくリーグ、うん、あのもちろんトップはこう、ね、うん、あの強くなってもらってでもいい選手はどんどん海外に行くでもまた若い選手がどんどん伸びてくると、はい、うん、こういうリーグになれば、うん、あのずっとこう続いていくっていうかね、うん、だから若い選手が伸びてくるあるいは選手が伸びるリーグっていうか、はい、そういう面ではまだ中国とか、うん、あのよりはね、はい、J リーグの方が、うん、あのいいと思うんですよね。あ、だからそこにもうまたちょっと外国人のね、うん、レベルが高い選手をもう少し連れてこれればあるいはそういうところを使えるお金っていうのを出せるようなね、うんうん、チームあるいはそのJリーグ全体としても放映権とかそういうところでそういうお金をうまく使えれば、うん、またこうワンランクこう新しい J リーグにね勝っていけるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。原さんだってストイチコフがいたわけですよ。ストイチコフいましたよ。それでストイチコフね、はい、あの日立、はい、あレイソルだったじゃないですか、はいはい、で僕浦和の監督の時に、はい、ベギルシュタインと仲いいから練習見に来て俺も練習やっていいかって言われてってそれやって怪我したらダメだろダメったらえって文句言われましたよね。そしたらベンチに座って見てましたよ練習。ドイツコフの一振りは本当にすごかったです。すごかったですね、はい、ちょっとそんな選手もまた見てみたいなという、まあそうですね、ところもありますけども、さあそしてリーグカップ戦の、山崎ナビスコカップですけども、はい、決勝トーナメントから大会名称を、はい、YBC ルヴァンカップと、はい、名前を変わるということで変わりましたね、はい、でこれが7月3日に組み合わせ抽選会があるということ で、ね、決勝トーナメントを戦うチームはグループステージを突破しました大宮アルディージャ横浜 F マリノスビッセル神戸アビスパ福岡、はい、そして ACL 組の浦和レッズ FC 東京ガンバ大阪サンフレッチェ広島の8チームということになってます、はい、まあ、原さんこの今収録しているのは組み合わせ前ですから、まあ、見どころはって言われると難しいですけども、はい、見どころはね、はい、ナビスコの時の赤から、うん、ルヴァンカップは青に変わりました。あ、そうなんですか。これが見どころです。それとあのルヴァンを食べました、うん、どうでした。うまい。お、あの本当に美味しいんですよ、はい、だからぜひルヴァンを食べてもらって、はい、今度は青にかかりましたんで、はい、その色彩も全く今まで赤だったじゃないですか、うん、はい、これがブルーに変わったっていうことを覚えておいてもらって、はい、あの新しく皆さんにまたね、うんうん、Jリーグスタートする前の年からずっとこうサポートしてくれてる会社ですから、はい、うん、どんどん食べてもらいたいなと思いますね。これだから J リーグとともにルヴァンと、いやそうですよ、一緒にこう発展していくというか、はい、もうずっと、特に若い人たちが、はい、出場機会を増やしてね、うん、はい、ここからいい選手たちもどんどん、うん、クラブでポジション取ったりしてますからね、はい、はい、ちょっとじゃあそのあたりも注目、もちろんピッチ上も注目ですけども、はい、ルヴァンにも注目という、ルヴァンのブルー、ルヴァンのブルー、はい、これ合言葉はこれですね、それとルヴァンのブルー、ルヴァンはうまいです、ルヴァンはうまい、はい、食べたいっすね。これまだ一般の方ってまだ食べれないですね。まだね、まだそう、これからです。9月頭かそこら辺でちょうど解禁というかルヴァンカップがこうスタートするとこに合わせてある、わわわわわわと思います。早く食べたいですね。よろしくお願いします。ルヴァンよろしくお願いします。ルヴァンがうまいという、だからここでなんか応援してくれた人にはルヴァンでも渡しますか、はい、ああいいですね。前のリーグカップの時も、はい、試合後にこう監督会見とかやるといっぱい置いてあるんですよね、はい、ありましたね。だあれが好評でしたもんね。あれ好評でした。記者席にいっぱいありましたよね。記者室のにもあったりとか、そう、だからこれをやっぱりサポーターの皆さんにもね、はい、もうなんか食べてもらえるように、はい、考えたいんですね。でもこれだからその名前名称が変わった一発目の大会ですから、はい、そうですね、この優勝ってのは結構価値あるというか、あんじゃないですかね、はい、記憶に残りますね。残りますよ。これは美味しいルヴァンを食べたら あそこ優勝したねっていう感じに、これからそういう風に変わってきますんで、はい、よろしくお願いします。じゃあこの大会プラスルヴァンも皆さん楽しみにしていただきたいと思います、はい、ということで、ここでは J1 リーグ後半戦の展望を語っていただきました。
J リーグ副理事長原博美さんがメインパーソナリティを務めますグッドタイムゾーン、そろそろお別れの時間でございますが、はい、原さん終わってみていかがでしたか。いや、なんかあっという間でしたね。ですね、まあ、なんか平ちゃんとなんかこうやってんのが久しぶりなはずなんだけど、はい、そんな感じしないのが不思議ですねかつてね、あのバルサ TV というコアなのやってましたね。やってました。古い映像ね、見ながらね。でもね、はい、ああいう海外のね、うん、そのサッカーがこう本当に長い歴史があるとこって、ああいう昔の映像を普通にそのなんかバーに行ったらやってたりとか、はい、あれでその昔の人の、うん、あ、この人今こんな太っちゃったけどこんないい選手だったんだみたいなのみんな覚えてるんですよね。はい、あれすごい大事なことで、はい、あの子供たちとかにもそれを伝えていく、うん、その歴史、はい、国もそうだしリーグの歴史とか、うん、だから J リーグもやっぱりだんだんね、はい、そういう風になっていきたいなっていうのもありますよね。やっぱりその J リーグずっと昔から見られてる方もいらっしゃいますけど、例えば去年好きな、はい、好きになったとか、まあそうですよね、ちょっと昔のことわからない方も、うん、そうやってそういう番組をすれば、そう、だその昔のチームのね、はい、じゃあ勝ち間でも、はい、あれが裏は本当に勝てなかったねでも、はい、いいんですけど、はい、やっぱりそういうのを、やっぱりそれがあって今のクラブがあるっていうのを分かってもらった方がいいと思うんですよね、はい、だからそういうのまた要望があればね、うん、あるいはその試合会場に行って、はい、その昔のそのハイライトでもちょっとねこう見てもらったりとか、うん、そういうのもいいですね。なんか原さんこうやってこう喋ってますと、なんか自然にこういろいろアイデアとかやっぱり出てきますね、はい、そうですね、ね、アイデアが出てくるっていうのは大事ですね。で J リーグはやっぱり今いろんなことにチャレンジして方がいいと思うんですよね、はい、怖がらずに、うん、だからそういう面ではいろんなことを、うん、やっていきたいなというふうに思いますけどね。はい、さあということで改めてですけども、明治安田生命 J1 リーグのセカンドステージが、はい、今度は7月の2日からそうですね、原さん始まりますけども、でここから新しいルール適用になりますからね。なるほど、ルールが変わりますね。なんでこれキックオフからいきなり後ろ下げてああとかって、今ユーロとかもやってますよね、はい、あれが変わるんで、うん、ぜひ皆さんそのあたりも注目してもらって、はい、で各チームあるいは選手は今そこはかなり徹底してやってるんじゃないかなと思いますけどね、はい、あと結構移籍もちょこちょこ ありますね、ありましたからね、それもまたどういうふうに、ね、はい、動くかっていうのもあるじゃないですかね、はい、さあそして、まあ、J1 のお話をしてきましたけども、もちろん J2、J3 も続いてます。 J2、J3 の話したらまた長くなりそうですねJ2 も J3 も、はい、それこそ今大混戦じゃないですか。大混戦です。上も下も大混戦で、はい、やっぱり面白いですよね。面白いですね。 J2 は J2 で、うん、J3 は J3 でやっぱり日本国中やっぱり広がってるし、はい、なんか J2、J3 の旅行きますか。いいですね。会場でやったら、はい、盛り上がるかもしれないですね。このラジオをね、はい、その会場でやったりとか。いや、いいですねこれ。やりましょうよ。やりましょう。じゃあやってみましょう。ね、呼ばれたら行きましょうそこに。うん、でもなんならもう呼ばれなくても行っちゃいますか。行っちゃいますか行っちゃって、はい、そこでまた美味しいものを食べたり、あ、いいっすね、そこ のグルメ このレポートをしたりとかね。スタジアムグルメ美味しいのいっぱいありますから ねそのあたりも楽しんでいきたいと思いますんで、はい、でも楽しかったですね原さん。楽しかったですね、はい、またやれますかこれ。やりましょう。やりますか、はい、やりましょうじゃあ。さあそれではぜひ皆さんも、スタジアムに足をお運びくださいということで、グッドタイムゾーン、お相手は原博美と平畑啓二でした。さようなら。さようなら。